暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。私が実際に関わっておりますこの全国組織なんですが、世界連邦日本宗教委員会というのがございます。これは、伝統宗教、いわゆる神仏規というんですが、神道、仏教、キリスト教、それから新宗教ですね、神道系の新宗教だとか仏教系の新宗教だとか、またそういうものをからでなくて独自に生まれたいわゆる新宗教もございますが、そういう理解、し合える宗派宗教の方々からまずこのグループに、加わって、おりますね。現在も40年に近いぐらいの歴史を持っているわけです。この委員会では、やはり宗教者が世界の平和のために貢献できるのは何か、どんなことかということを常に考えております。1982年に私たちはハワイに向かったんですね。それはハワイは日本が奇襲攻撃したと、日米の関係を悪くなった、発端がハワイにあるということで、そこの現地の宗教者たちと懇談会を持ちまして、何か我々宗教者でできることをしたいということで、ハワイの海軍基地で毎年行われているパールハーバーメモリアルデイ、戦没兵士慰霊祭に参加させていただいて、私たちも慰霊の祈りを捧げさせていただくという、そういう計画を述べてみようじゃないかということで、それが初めての基地の訪問。しかし現場の責任者がよろしいとは言えない、で非公式にでもいいから来らせてくれということで、一応の承諾をいただいて、早速その年の12月の当日ハワイに行くことになりました。それから毎年欠かすことなくハワイ平和記念使節団を派遣することになる。真珠湾攻撃の日は現地の日付で、1941年の12月7日の早朝7時50分ぐらいの時間だったわけで、毎年この日のその時間にこの慰霊祭を行われているわけで、メインは早朝の真珠湾海軍基地で行われる式典に預かることですが、朝5時台に起きます。そして基地に向かいます。儀式が始まるのは7時ぐらいですね。最初にハワイの伝統宗教の祭司がホラガイの音とともに開会の祝祷を唱えますね。キャプテンの挨拶があり、歓迎の辞などが述べられて、この沈黙のお祈りの時間が訪れます。日本の攻撃の第一波があった時刻と合わせてあります。最初のですね、数年間はそういうことはもうしてさせてもらわなかったんですが、私たちが根気強く続けていくうちに、私たちを日本宗教者の代表のこの弔辞ですね、これのをプログラムの中に入れてくれるようになったんですね。慰霊の言葉とそれからお祈りを唱えていくんですが、私もちょうど60回目の記念の年でした。その時にその言葉を述べさせてもらってお祈りを捧げました。で今ではですね、これが、去年が27回ですから、今年28回目になると思いますが、それだけ続けてきて、やっと大事なですね、この式典の来賓に名を連ねることになって、必ずもう毎年招待状が来るんですね。式典の終わりはですね、
今度はキリスト教の牧師か司祭が出て最後の閉会のお祈りを捧げる。その後アリゾナメモリアルという洋上にあるメモリアルホールに行くわけですね。海上に浮いたようにして立っているんですが、その下には日本軍が攻撃して沈めた戦艦アリゾナがそのまま沈んでいるんですね。それを土台として建てられている白亜の殿堂です。アリゾナ艦の中には救出作業を中止して1000人近くの人たちの遺体がある、お祈りを捧げる場所になっています。平和の鐘が釣ってあるんですが、その下をくぐって中に入る、祭壇聖所に入ってそれぞれのやり方でお祈りを捧げます。もう一つ必ず行くのはパンチボールというハワイの町の小高い丘の上に将兵の墓が設置されてありますが、そこに行って墓前での追悼供養をするわけです。オハフ島がパールハーバーがある島ですが、それをちょうど反対の海岸に、実はそこには海軍基地があるんですね。カネオヘというその海岸にある基地です。そこが慰霊祭、パンチボールのお墓の慰霊祭、それに次ぐ3つ目の大事な訪問先になっています。でここには慰霊碑が立ってて、日本軍から攻撃で命を落とした人たちの名が彫り込まれてあるところで慰霊をするんですが、9人編隊で日本の爆撃隊はハワイに向かったんですね。みんなが全部9人編隊だったか分かりませんが、その編隊長に飯田中将、中佐ですね、飯田中佐の方がいたんですね。この人たちは向こうの真珠湾の攻撃を終わって帰途に着いた。そしてこのちょうど基地の上を飛んだんですね。この時にその金尾兵 の海軍基地から猛攻撃を受けた。そして運悪くというか、この飯田中佐の飛行機のその心臓部ガソリンタンクにそれ命中して、で炎上しながら落ちたのは金尾兵基地のちょっと外れのところでしたね。で火だるまになって機体から転げて出たんだそうですね。でそれをこの基地の兵隊たちが、戦いをするのは自分の意思じゃないと、お互いだと、それはね、だから日本兵であってもね大事にしようということで、それ消火作業をして、でもちろん死んでたわけですけども、その墓を作ってくれたね。そこに毎年私たちはその金尾兵の相手側の犠牲者の慰霊をするし、そしてそこに行くと必ずその飯田中佐の戦闘帽があるでしょ、パイロットのあれをつけた飯田中佐の遺影をね、一人向こうの兵士が持って、それに参加してこうして立ってね、私たちのお祈りが済むまでその墓の前でやってくれるんですね。2004年の63回の慰霊祭の時でした。ここに攻撃に行った一人の兵士ですがね、この人は阿部善治さんという方で、現在88歳。この方がある時期から毎年、私たちよりも後からこの慰霊祭にお見えになるようになって、でもう随分年も取っておられて、おそらくこれが最後になりゃしないかと思ってきましたと私たちは話したんですが、我々が沈ましたね、その兵隊たちに最後かもしれない別れを、告げに来ましたと言っておられました。で安倍さんはですね、この時お孫さん、まだ10代のお嬢さんでした、を同行して来ておられました。そして、いろんなこう訪問者のノートに書き込みをされた後、そのお孫さんが追悼の曲としてバイオリンを弾いたんですね。もうたくさんの方々がもう入りきらないように混み合っていたんですが、
本当にこう感動的なですね、あの場面だったことをこう思い出しますね。そしてこうおっしゃったんです、安倍さんは、まあ、攻撃参加ということは職業軍人としての使命だから、あのとは言いながらですね、その慰問で海底に沈む戦死者にお詫びをしなければならないと。で、宣戦布告のない奇襲を仕掛けてしまった、すまなかったとこうおっしゃいました。対立というものをどうしてなくしていくか、許すということですね。あのそれです。で、あの恩親平等というね、あの仏教の、あの言葉と、それから敵をも許せというバイブルの言葉をあの重ねて、あのある訪問の時に日本の代表者がこの式典で、まあ、お話をなさったことがありましたが、あの向こうはキリスト教ばかりですね、一応ね、日本はキリスト教でないのが普通で、そういうこの、違和感も強いわけですが、そういう中でこういうあの動きが出てくるんだということに、まあ、希望を少し持って、いる次第です。これだけが毎年続けて、行っている私たちの宗教者の国際信念交流ですね。ですが、まあ、こういうことが本当にもっと広がっていくように、あの努力したいと思いますし、あのそういう方々が増えていただくことを切に願っています。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。コロサイの信徒への手紙3章13節。